どうも、新宿アボイ金城です。磯です。新宿アボイの中年の主張でございます。ということでね、この間、どうぞ。あ、いや、この間吉師匠から電話があってね。おお、ビアンドビーの島田吉師匠ね。もみじまんじゅうで同じ、もみじまんじゅう、ガバイばあちゃんね。で、まあ、たまに来るんだけど、師匠から連絡来て、はい、で、なんだかんだ喋るんだけどさ、はい、まだオスカーですか。オスカーはオスカーよ。で、たまたまなんかお盆師匠と電話をしたらしくて、はいはい、まあ、ダウンタウンの水曜日のダウンタウンのですか。そう、VTR 出てたもんね。そうで、その話は、ね、なんかね、ちょこちょこ電話してるみたいなのね、最近特にオンエア終わった後とかも、お盆師匠とかも、お盆師匠が電話して、いや、まあ、ありがとうなみたいな、いや、嬉しいわみたいな、で、なんか吉師匠が、いや、もうここまで来たらもうそれネタにしてしたらよろしいかなっつって、で、解散しますで10年やったらいいでしょ、引っ張って引っ張ってで、全国回りゃいいでしょみたいな、まあ、吉師匠どっちかというとそっちの方に行くからさ、院の方に行かずにさ、だから その辺を盆師匠が聞いて、いや、ほんまそうやなみたいな、いや、ありがとうなとかで何回も電話 してて、で、その話とかも、まあ、お盆師匠とも しててさ、で、この間お盆小盆師匠と出番が並びの時に楽屋でも、はい、で、吉師匠の話とかしてて、で、なんかまあそれもあったのかなんか知んないけど、その後電話した時になんかうちらの話もしてくれたらしくて、いや、最近もう新宿カウボーイはもうほんと結構上の層にももう受けるようになって、よう頑張っとるわみたいなことをなんか言ってくれたらしくてさ、で、ああ、お前頑張ってるらしいなって言われ、お坊さんが言ってたわみたいな、まあまあ、まあまあ頑張れよみたいなね、まあまあ、その長尺の漫才もいつかまたそういう求められる時があるから頑張ってけよお前みたいな、ありがとうございますなんて話の流れからさ、で、なんかお盆小盆師匠のその要は水曜日にダウンタウンあるじゃん、やっぱすごいじゃん、波及がさ、毎回東洋館の時もさ、いろんな取材を受けててさ、お盆小盆師匠、この間楽屋だった時も、もう声枯れてたもん、あ、そう、1時間半喋ったっつって、取材ですごいね、で、まあ、いろんな取材あって、なんか仲直り映画みたいな、外国の映画のさ、宣伝大賞みたいな感じでさ、取材を受けてたり、取材というかそういうお仕事になってたりさ、すごい波及の仕方する、してるじゃん、なんか、だからその流れで、吉井さんのところにも、オファーがあったらしくて、制作会社が、あれ、B&B さんって最近って漫才やられてますかっつって、もう何年もやってないな、漫才は、っつって、ああ、そうですか、あれですか、ゴミの顔あんまりみたいな感じで聞かれたりして、いや、別にゴミの顔も悪いのに、もう講演会やってるし、コロナでもうそんな今仕事してへんし、そんな、つって、ああ、そうですか、いや、でもなんかちょっとなんか相方に対しては思うところなんかないですかねって言われて、で、結局第2弾を日記目の土壌、そう、同じような世代の人に言ってね、っていう風に持っていきたいって思って、いや、もう それは無理やってことだったらしくて、そんなもう演じたとしてもそんなのバレるし、おぼんこぼさんほんまに仲悪いから、あれで成立したけど、そんな仲悪くもないのに、仲悪いふりして、もうお互い笑って、多分成立せえへんで、つって、さすがにそこまではできへん、つって、もうそれはちょっとあかん、つって、もう断ったんや、つって、あ、そうなんですか、つって、そしたらまた30分後に電話が来たらしくて、同じとこから。制作会社の人から。先ほどの件はあれなんですけど、逆にすごい仲のいいっていうことで出演ってどうですかねってなって、いや、別に仲良かったら別にそんなネタにならんやろっつって、仲悪いからネタになっただけで、だからってそんな仲いいわけでもないしっつって、だからどうにかして、もう組み込んでそうやりたいみたいなさ、ああ、もうそう、お盆小盆師匠だけじゃなくて周りのベテラン芸人、ベテラン芸人、そうだから、おぼんこぼん師匠だけちょっと異常だったんだよね。本来は仲悪ければ別にやめてんだよね、解散するし、そう、続ける理由がないから、やめてるけど、
おぼんこぼん師匠だけは異常だったね、うん、なんか悪いけど仕事あるから割り切って続けますみたいな関係だったっていうことだもんね。いやだからいやいろいろ波及するんだなって。すごいね。すごいよね。仲悪くしてくださいっていうオファーが来るんだ。すげえ。そんなできません。じゃあ逆に仲いいっていう風にしてくださいっつって。だからおぼんこぼんは仲悪いけどビアンドビア仲いいってやりたいんじゃない逆を。なんだろうな、無理やりやるってこと、なんかもう企画が走っちゃってて、うん、そうそうそう、絶対ブッキングしないとまずい状況になってるってことだよね、うん、で、だし、なんかちょうどいいって言ったらなんか失礼かどうかわかんないけどさ、B&B賞なんかちょうどいい感じもするじゃん、なんか、あ、うん、なんかさ、うん、でもまあ別にそれは仲悪くてそんな漫才やってないとかじゃなくてね、そんなの別にもう何年も前からやってないし、たまにはやるけど、うん、営業で回ったりはそんなしてないからね、うん、もう何とかつなげようとして、すげえなそれで、なんかどっかの週刊誌にも、うん、なんか皇族の結婚者じゃん、はいはいはい、小室、そうそうそう、でなんかまあ駆け落ちじゃないけど、あ、うん、みたいな感じ、まあ、みたいに近いよね、うん、あそれはね、そうそう、じゃないですか。で、陽一さんもあれですよね、駆け落ちで奥さんと東京に行かれて、それで結婚されてっていう形ですよね、どう思いますかみたいな。いやいや、話が違いすぎると、駆け落ち全然違うし、こっちは九州から東京行ってやって駆け落ちで、それは駆け落ちかもわかんないけど、話がもう立ち位置も何も違うから、いやもうそれをって、だからもうさ、すごいんだなと思って、なんとかこう、つなげたい。そう、つなげよう、さっきのおぼんこぼん師匠もそうだけどさ、あまあそう、でも、すごいなとは思ったけど、その、オファーかける方も、でもまあ、そうやって引っかかりがあるから、そうやってオファーかけるんだろうなって、逆を言えばさ、なんか引っかかりあれば、全然関係ないとこからさ、ピョンってやってくる場合もあるだろうしさ、うん、いやだからね、うん、そんなことあるんだなと思ってすごいですね、すごいねっつって、うん、仲悪くないですかって、仲悪いのを求めるってさ、すごい、ね、それはもうだ、水曜日のダウンタウンじゃないってことでしょ、違う番組ってことでしょ、うん、違う番組じゃないかな、うん、完全にそれがすごいから、うん、ちょっと似たような企画で、そう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 、だからまあブームじゃないけどさ、ベテラン、あの時一世を風靡した芸人が今はこんな感じになっちゃってます、うん、でどうなるんでしょうみたいな、そうそうそう、うん、だからもう、まあ昔レッドカーペットが流行ったら他の番組でも1分ネタ1分ネタってなんとなくみんななってったじゃん、はいはい、まあなんかそれ追随するみたいな、うん、そうそう、そのあれなんじゃない、似たような感じじゃない、流行ってるっていうか、まあ流行るっていうあれでもないけどさ、仲悪いっていうのはさ、ブームってあれでもないけど、いやで相当衝撃だったんでしょ、だからその、まあね、テレビを作る人からしたら、そうなんだろうね、うん、いややらなきゃそんなに似たようなことやんないよね、そういや、それを仲悪くない人にどうにかして仲悪い方法でオファーをするってなかなかだよね、もしかしたらでもそうやって B&B 師匠に断られたから、うん、他の師匠とか言ってる可能性あるんですか、言ってるかもしれないよね、どうですか最近仲悪くないですかみたいな、ちょっと電話してみたいな普通逆じゃん、なんか仲悪いとなんかっつってオファーしないじゃん、うん、だから完全にあの一件でおぼんこぼん師匠で、まあ本人が一番ね、いろいろ忙しくされてるだろうけど、そういう波及効果ってあるんだなと思って、いろいろ考えるんだなって言ってて、うん、まあそんな感じです。いい話、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。